タイマーのアラム語気分タイマーは、サウジアラビアにある大規模なオアシスであり、長期にわたる定住の歴史がある。ヒジャーズ北東部に位置し、おおむね古代のヤスリブとドゥーマを結ぶ高領の道が、ネフド砂漠に差し掛かる場所に相当する。タイマーは、タブークの 264km 南東、マディーナの 400km 北に位置する。タイマ、テーマとも呼ばれる。 タイマーは海抜830メートルの高さにあり、西はヒジャーズ山地の東の山麓、東はネフド砂漠の間の低地に位置する。現在の低住地の北には湖の跡があり、現在はほとんど水は集まらず、また塩原を発達させている。2万年前にはかなり大きな湖であり、おそらく紀元前5000年期に干上がった。塩原の泥を使って、 古代の町の壁の建設のための非防止レンガが作られた。地下水位は最も深いところで地表から1.5メートルしか離れていないが、他のところでは40メートルにも達する。このオアシスは何千年にもわたって、最も重要なヤシのオアシスの一つであり続けてきた。人工的な考えにより、現在夏目ヤシの数は8万本に達し、1950年代に比べて4倍に当たる。 タイマー一帯には人間や動物の絵を描いた無数の岩の彫刻が残されており、新石器時代にすでに人類が住んでいた証拠になっている。オアシスを調査したドイツ考古学研究所の学者によると、紀元前3000年期以来ベドウィンが水を求めて、この地を訪れていたと考えられる。2010年7月、サウジアラビア遺跡観光庁の報告によれば、タイマー近辺で サウジアラビアでは初めてとなるヒエログリフで書かれた古代、秘文を考古学者が発見した。秘文には、紀元前1156年に没したファラオであるラムセス3世のカルトゥーシュが書かれていた。考古学者によれば、当時タイマーを経由してナイル川デルタと航海を結ぶ重要な貿易路があり、香料、銅、黄金、銀が運ばれていた。この地域に、 シュメールや北部レバント海岸に倣った新しい都市が発達した時期は不明だが、紀元前2000年期以降のことである。都市の外壁は日干しレンガと砂岩製で10メートルの高さがあり、20ヘクタールほどの土地を囲んでいた。最初に作られた壁は、その後数世紀にわたって拡張され、最終的には15キロメートルの長さに達した。 この要塞化した都市は11世紀のアラブ歴史家であるアブーバイドバクリーに注目されている。外壁のすぐ内側にある墓は木と草下で作られ、その飾りは紀元前2000年期後半の青銅器時代の終わりを示す。紀元前1000年期に外壁から約100メートル離れた距離に内壁と塔が建設された。考古学者の解釈によれば、 タイマーの1 5 0トル南西に位置する打ダ断ダのオアシスにあったリフヤン王国のような他の地域勢力との武力衝突があったことを示す。顔とアラム語国文のある石碑。タイマー博物肝臓壁に保護された居住地は6メートルを超える高さに重なってあいつつの相違が認められ、土器その他の異物によって容易に区別できる。これらは 西暦千年期中頃から800年間にわたっている。この鉄器時代の居住地は、石製の家によって特徴付けられる。その大部分は、小型な石中規模の家で、食事の準備や手工業が行われていた。大規模な建物は500平方メートルの広さがあって、中楼を持っていた。この建物から発見された本来3メートルの高さを、 持つ一枚岩からできていた像の頭部、現在タイマー博物館の暮らする、同じ大きさの別の像などの遺物、および近くの打断から発見された遺物との比較により、この建物は神殿であったと推定されている。アッシリアのティグラトピレセル三世はタイマーからの、功能品を受け取っており、センナケリーブはニネベの門の一つを、タイマーとスムエルの民からの功能品が届く砂漠の門とした。 アッシリアの記録によるとタイマーは土地のアラブ人の王朝によって当時支配されていた。シャムシー及びザ・ビーバという紀元前8世紀の二人の女王の名前が知られている。神殿跡にアーチ型で星型のシンボルの前に立った王の像があり、その図像と設計文字国文の断片はバビロニア王ナボニデスであることを示す。いわゆる波乱ン文によると、 バビロニアをナボニドゥスは、当地3年目に政府をタイマーに移した。ナボニドゥスは、戦役によってこの地の支配を確立し、ヤスリブとダダンも征服した。ナボニドゥスの死も、大軍とともに、タイマーに出征したという。しかしこの死の他の部分は、プロパガンダ的な性質を持ち、このために、史実性が疑われる結果になっている。ナボニドゥスの年代記では、 王が統治7から11年目にタイマーにいたことを確認できる。ただし最初の6年間についてはテクストが欠落している。ナボニグスが今のサウジアラビア北部に興味を示したのは高領貿易の支配などの経済的な理由があったと推測されている。タイマーでは紀元前6世紀以降の設計文字碑文が発見されている。 紀元前500年頃以降のアラム語の碑文が出土している。タイマー南西部の丘であるあるムシャムラカには、リフヤーン文字のまがい碑文があり、NBND、MLK、BBL という文が記されていて、バビロニア王、ナボニドスと解釈されている。タイマーがアケメネス朝の領地に組み込まれたことがあったかどうかは明らかでない。西暦1から6世紀にはタイマーに、 ユダヤ人のコミュニティが存在した。6世紀には王子かつ詩人であり、詩人イムルイコールルイコール階層を招いたことで知られるサマウアルがこの地に住んでいた。ユダヤ人旅行家であるトゥデラのベンヤミンはタイマー及び隣接するハイワルにユダヤ人が1170年頃住んでいたと記述している。アラブの伝承によると古代後期にタイマーはユダヤ人の王朝に統治されていたというが、 これがリサン・ユダヤ人であるのか、ユダヤ教に改修したアラブ人の子孫であるのかは明らかでない。630年代に町はイスラム教徒に征服され、ユダヤ人はズインミートされた。後に住民の多くは追放された。1181年夏、ルノード・シャティオンがタイマー付近でダマスカスからメッカへ旅するイスラム教徒のキャラバンを攻撃し、1180年に サラーフッティーンと結んだ急戦協定を破った。タイマーで発見された碑文は、サルムセ線柄足島の三神への礼拝について記している。この三神のうちサルムが最高神だった。これらの神は三つの地名と結びつけられているが、正確な発音と位置ははっきりしない。サルム神の象徴は太陽であったが、その一方で月にも割り当てられていた。 足回りは金星によって象徴される。タイマーは旧約聖書において、テマの名で数回言及されている。聖書では、イシュマイルのこの一人の名がテマと呼ばれている。創世記の記述によると、イシュマイルの12人のこの名は、村落や宿営地に従って付けられたという。タイマーは、古代の最も重要な貿易路の一つである公領の、道の最も重要なオアシスだった。 ラクダのキャラワンが校をアラビア南部から北へ運び、アラビアのヤシのオアシスを休息地及び交易地として使用した。2004年以降、タイマーはリカルド・アイヒマンの率いるドイツ考古学研究所によって調査されている。ありがとうございます。